今説明した方が異形ですか？山道？はい。多分。抜くんかよ。コンビューチを。まあ白い山遊歩道ってあるからね。多分ここから600メートル20分歩くのでしょう。クマに気をつけて。すごいよね。なんかこのなんていうの、今俺らはさ、この観光っていうさ体でさ来れるわけじゃないですか、うん、昔の人これが通勤のあれだからね、ルートだからね。毎日毎日これを登ってさ、電車とかもなく通勤しないかんわけでしょ。電車どころか自転車もないよ、あの時代。おはようでござる。おはようでござる。登るってことは降りるんだよね。そうですね。ヘリコプターってあったっけね。こんな標高低い山のためにヘリコプターですか。SOS 信号出してるんですね。大変です。1名が約遭難しました。俺もいいわ、お前行け。そうでしょ。折れましたか、心。ん？心折れるへん、こんなの。坂道じゃねえじゃん、これ。割と傾斜がきついな。あ？はい、実況して今の気持ちを。待って。今の気持ちを散々実況してください。クソバカ野郎。一言でいいの。俺の一番綺麗な一番綺麗なやつだ。殺す気ですか。急な坂の上に今度はまた階段ですよ。思った以上に急な坂道多いですね。調べろよ。だってさ、いろんな記事とか見るじゃない、うん、みんな登ったところをなんていうのカットするんだもん。カットすんなよこれ絶対。もう言葉がなくなるっていうのはどういうことなんだな。死んでより怖いよ俺これ。あ、見ちゃいけないものを見てしまった。あ、さあどうしますか皆さん。あなんだあれ。マジか。うわ、えぐいね。エスカレーターないの、エレベーターとか欲しいな。何かどういう計算でこれ20分なんや。どういう計算でしょうね。マジかこれ。別に休みたかったら全然休んでもらっていいんですけれど。うわ、えぐい。えぐいな、これ。先が見えません。本当に20分なの、これ。どういう歩いたら20分なの。山登らからしたら20分。素人から行きゃ半日だろう。なんだこれ。本当にここ？うん。帰る？帰る？ここまで来て。いや、なんならボス前で一回俺は止めてるよ。ここボス前のセーブ地点よ。
一応経験しとかんのかんやろ。ひでえ、マジか。はい、今のお気持ちよ、今のお気持ちよって。ねえ、こっちから見て。あれ、あの平家の坂みたいになってる、平家の坂のところ。マジか。一個言っていいかな、あの、うん、ちょっと疲れてる、休憩ちょっとしませんか、あの説明がてら。いらん。あのね、あのこの間あのロープリフトに乗って山登りしたじゃないですか、うん、あれと同じ落ちのエンドが見える。あのあれもあの静ヶ岳っていう山が合戦になったっていうからわざわざ登ったけど、誰もここまで登ってこねえわ理論がね、今ふしふしとひしひしと体を通じているのですよ。これさ、うん、戦争、戦でやる前に登る前にもう死んどるで。うん、この道が本当だったら。死んだいな。ドドンパ見とるんかなと思って待っても。ドドンパ？ドドドドドドンパ？富士急ハイランドのさ。ほう。高飛車とか見とるんかなと思う。俺それ の、 あのジェットコースターのあの線路を登っとるんかなと思っとるんだから。だこれ何嫌い、だからこういう嫌いなんだと俺。だからボス前のところでやめるって聞いたじゃない。ボスって下なの？ん？下なの？違う違う、これなんか登る前にその聞いたじゃない、やめるって。でもここまで来てやめるっていう理由がないもん。よし、ならばカメラをかっちゃんに任せる。一人でいてきてくれ。で、てめえばかよ。お前のここだったから。別に待てよ。なんて、何やりじゃんお前。止まってたよ。潜水はなかった。疲れた。おお、お前。俺よりも20も若いのに。さあ帰ろうか。全然面白くねえがよ、ここ。何しに来たの、俺ら。では、かっちゃんよ。これを読んでくれ。これを読んでくれ。ね、ここのコメント。違う、声に出して読んで。ここ玉じゃないじゃん。え、あのここが玉城っていう、その玉城っていうの。うん、行ってみ、行ってかっちゃんに練習してもらいたいです。近年の研究では本当は合戦地だったという説があるようですって。なるほど、そういうことか。そう、あの関ヶ原の合戦の中心になったんじゃないかっていう研究があるらしいんですわ。わかんねえんだけどさ、はい、今浅く探ってみたんやけど、
かいな、集中できんな。まあそんな、なくても、あれなのですが。中心になろうとしてる話は出たみたいだね。今の人たちの話、昔の人たちの話。昔の人たち。ああ、この辺りがその中心になるだろうみたいな、そういう話は。誰だった？なんと、負けた方。石田三成。が渋ったみたいだね。ここは嫌。分かるよ石田三成。あのここ行った後にあなたの本陣跡って言われてる山の低さを思ったら、そりゃこの山の高さは選ばないわ。というよりも、へい。ここを選んだのは石田三成の上の人っておるの？上部。はここにするっていう話は。までは探れた。だけど石成三成自体が、陛下をあの下を連れてここに構えるのはむずいっていう、攻めさせられやすい。だから中心になったかなったかは分からんけど、話は出てるけど別にここが中心ではないみたいだね。まだ分かんないね、深くは探ってないから。これ以上探れんかもしれん、この話。3日ぐらいで、お茶になった話。ここの話はポシャになって、関ヶ原のもうちょっと向こうの方に変えようと。要は敵陣なんやった？家康？徳川家康。がここまで来る気もない。あの人めちゃめちゃ遠かったよ。で、戦える広さがない、周りに。ああ、それは確かに。だって、三成的にはここでは負けるよ、一発あのすぐに負けるっていう予想もあった。ただ、兵的にはもう無理だっていう。まあ攻められやすいんだって。攻められやすいっていうより、山の上に陣地構えるなっていうのはね、戦国時代より前から言われてることなので、石田三成ってやつはここでやるならば、無理って言い切ったみたいね。その、石田三成の上位、上司っていうか、その、思い当たる人物が一人いる、ここがいい、登りづらいっていうか。ああ。だけど石田三成は攻められやすいっていう方向を取ったらしい。いわゆるその上司の方がここ出身の方ではなくって、鳥取とかあっちの、要は西日本側の方なので、この辺の地理を地図では見れても現地知らない可能性が多々あるので、だったらその話は通るなって思ってる。そのこの辺りは地形的にいいよっていうだけならできる。確かに紙を見て石田三成は向こうの人数とこっちの人数を計算してたみたい。まあだからここで攻められたらもう一巻の終わりっていうのは読んでたみたい。だけどもまあどうせ負けたんやけどな。まあね、俺は仕方がないわな、裏切りが出て。だけどここの話は多分出てるっていう研究は正しいかもしれない。おお。ただ石田三成は戦いにとってはやっぱしその上司よりかはるか上の人、実践的の的には、あとあの人誰やった、石田三成のあの部下のあの力持ち島津さん、あなたが気に入ったって人。そうだ、島津よしひろ。もう反対。ここはもう絶対無理だ。
あーでも島津さんに言われたら説得力あるな。ここで守ることは私た俺らではできん。ああ鎧だけでも30キロ以上あるのにここ登り降りはできない。あなたが好きなその島津さんってもともとだから西日本よりはるかに向こうのあっちの人じゃないですか。あの人たちって自分たち300で敵の数1500みたいな不利な戦いめちゃめちゃ勝てるんですよ、うん、そんぐらいの腕自慢の人たちが無理とおっしゃる。ここでは石田三成を守ることはできないって。おー、うん、でそういういろいろなやって2、3日でポチャンになったんじゃないかな。そのぐらいしか出てこんな今のところ。夜にならんとわからん、集中できん。なるほどな。この山からそんなに見れる。でもだって一回だって関ヶ原掘ってるもん俺もう。ああ、そっから違う場所を探す、ここの場所を探せばいいわけやろ。うんうんうん、それはへでもないんやけど。そうだな、その島津さんが一番反対してるみたいだな、したみたいだな、ここでは無理だっていう。まあでも実力だけで言ったら島津さんが多分水軍トップワンだからな。守りきれないって。確かに今通ってきた道も、うん、なんていうの、車で通ってきた道含めて分岐路とかいっぱいあったじゃないですか、うん、敵の侵入ルートめちゃめちゃあるっすもんね、うん、そりゃ守りきれんわ。守りきれないこっち固めても後ろから固めて もう無理みたい。そうだねで石田三成の あそこの戦場跡地を見てると、うん、ここをぐるっと回るほどの兵士がいない。あらまあ、あらまあ、ほぼ戦場に出ちゃってれば。ああ、うん、俺多分ここじゃなくて向こうに行ったから俺石田三成って長生き、少しの間長生きできたと思ってる。確かにこの山でかいからな。そもそもの人数があれか、足りないパターンか、この城、じゃあこの山を拠点にするんだ。だってお前ここで300人で向こう1500人がさ、ガーッと一気に登られるどうする？今日は一人何人戦う気？まあ兵力差単純に2倍って言われてもきついからな、一人で二人倒せっていう理論でも。だろう。ましてやおめえ島津さんがここまで登ってこれるかって、そんな体力もねえぞあの人関ヶ原で50だっけ、うん、でなあ島津さんのその何若手らでも30とかもう、うん、ああまあまあそのいい年頃のおじさんだからもう無理って。で案外切られても切れにくい甲冑をつけてた人たちだからさ、うんうんうん、それをここに来いなんていうのはもう無理だって。だから下手すりゃここでやってたら多分石田三成はここで死んでんだろうな。あ、まあ鹿の鳴き声か。鹿ってもっとなんか単発じゃないの、こんな長く伸びなくない、うん、伸びるでも後ろに日本鹿っていうそれがあるからな、観察できる生き物たちで、うん、分からんけどな、俺の言い方が間違っとったらすいません。ただ読めるのはここまでかな。ここに城があったっていうのはよ分からんけど、城なのかなこれ。城って言ってもなんか2階建ての一軒家ぐらいを想像すると分かりやすいかも。2階建てじゃない、1階、うん物置じゃん。そうそう物置みたいな。あ、どうしようもないね、そんなところに拠点構えろと言われても、うん、石田三成もここに登るのに半日かかって登ってるぞそうだね、当時ほどなんていうの、これよりもインフラひどいからねワンちゃん、うん、山登るはい、何下りはお願い。やだね
もう下りはもうええやろ、下りで。おめえまたこっからまた300メートル歩かんなんのやぞ。せやで。でも直線で300メートルやろ。うん。いざこざいざこざやっとるで1キロあるぞ。はあ、疲れた疲れた。お前本屋でギリギリまで黙っとったよな俺。はいどうも、こんにちは、じんちゃんです。かっちゃんです。むいです。お疲れ様でした。お疲れ様です。なんていうか、あれだね、直前まで何も言わされないっていう、なんか過酷な地方ロケみたいになっとるけど。いつもね、あの目的地、目的地っていうのは僕は絶対聞かないんですよ。チュールも教えてくれないやつなんですよ。つくがつくまでわからないっていう僕のこの悪いのも悪い、むい君に、ま、任せっきりっていうのも俺も悪いと思う。選べ。まったく山登りって言った時点であなただって拒否るもんこれは。まあ、てなことで、まあ今日来てみたんですけど、そのねったっけ、ここが中心になってる研究があるっていう話なんやね。確かここが本当の河川地だったという説があるそうですよって。ここは河川地になる前に却下されてます。分かんないんですけどね。もう偉くてさ、さすがにそこまで読むことができなくてさ、ごめんなさい。でも確かに誰やった、石田三成、石田三成と石田三成がね、ひれ伏しとるから偉いさんが一人なんだろうな。石田三成的にもここは絶対無理だ、初めてなんか逆らったような感覚のという意見を言ったっていう感覚の人か、誰かがわからん、その人は誰かもわからん。俺はこうやって感じてもたくさんの兵士がおるって感じしないもん。普通だったら見えるもん。でもな、こうやって感じるんやけど兵士の感覚が取れない、ごめん。だからここで関ヶ原の戦いかっつったら俺は違うと思うけどな。何にも残ってないの、ここには。資料館とかミュージアムとかねえの、ここないですね。嘘、さっきのあれだけだわ、あれだけだわ。はい、皆様、城山城やったっけ、玉城、あ、玉城跡地に来てちょっと検索してみたんですけど、ここが関ヶ原の戦いになったかって言ったら申し訳ないけど、戦っとる映像は僕の中には出てきませんでした。見えたのって言ったら、感じたのが、石田三成、石田三成と島津義弘と、あとわからんおじいちゃん、このおじいちゃんが、探ってみたんだけど、まあ外科で言えば、オペの下手な論文の得意なおじいちゃんが一人、すごい賢いですよ、今で言えば、まあ本当、天才、まあ天才ですね。ただ今回の戦略を考えた6割方こいつが考えてるって感覚。俺の中で毛利に確定する。6割方こいつが作戦を考えたんだけど、歴史詳しい人に聞きたいよ、むしろ。なんか俺よりなんかがっつり詳しい人に、そう、俺もどうかを聞きたい。毛利以外に当てはまる人いんのか、これ毛利だと思うけどな、毛利の爺様だと。てなことでちょっと、まあ400年探るのに ねたった 1,2 時間では探れることでもないもんで、感じたことだけを喋ってみました。ここに来てくださいって言ってくれた石
聴者さん、うん、視聴者さん湿布買ってくれ明日は筋肉痛だ明日筋肉痛だよ今日から筋肉痛だよ俺夜